くわー、よく寝たー。あ、ウェンディ、シャルル、待てよー。うわー、めちゃかわいい。あいつさっきの競技でトロトロ走ったやつじゃねえの。誰の差し金だ。俺たちのパラダイスなんだから。イエッー。それでな、急だったもんでパンツがねえんだが、プールだったら貸し出しなり売るなりしてるだろ。将軍かよ。おいおめえら、プールでの遊び方教えてやってくれや。一応お忍びで来てるんだな。ちょっと待って。翔ちゃんでいい。普通のプールじゃねえんだよ。江戸中のバカどもか、今更しのごの言っても始まらねえ。なんとかバカどもフォローして将軍に楽しんで帰ってもらうしかねえだろ。あーはー、バカ野郎、どうしてくれんだ。帰るってことはやっぱり筋もんだったのよ。危なかったわね。まずいよ、絶対怒ってるよ。打ち首だよ、絶対打ち首だよ。これ落ち着け。こっから楽しい夏の思い出を作ればいい。銀さん、これならいける。これなら悲しみの涙に溺れる将軍をも救い出すことができる。だからその呼び方はやめな。それよりさっきの連中、レイヴンテイル、医務室にいた少女、過去形。ああ、じっちゃんのラクサスの。それがどうかしたのかい。なんてそうなるな。てめえらが上に乗ってどうすんだ。何ポロリするつもりなんだ、てめえらは。おい、いい加減にしろよ、てめえら。長谷川さんがただの絶海の孤島に流れ着いた漂流者になってんだろうが。なぜならそこに乳首があるから。てめえら殺されてるかい。ぬしらとぼけても無駄じゃぞ。将軍かよ。あの高さから飛び降りれば女の水着なんざ軽く吹き飛ぶ。ポロリないし食い込み確定だ。あられもないぞ、良き者なり。何新たな思考に目覚めてんの。おい、これのどこが盛り上がるんじゃ。だな。じゃああれは何だ。出発。冒険号かよ。ハレンチな罠を。あんなとこに旗立てたくなるおめえらがハレンチだろうが。翔ちゃん、冒険号は大体。あれ、おい、何勝手に始めてんだ。冗談じゃねえ。これ以上将軍に恥かかせるわけにはいかん。ちょっと、もう勘弁してあげて。やめたげて。話せよ、新人。これはおいら。うん、素晴らしいものだな、このヌルヌルは。いや、マジで震えたぞ、エルフマン。よせよ、死者を惜しむようなセリフ並べんな。でも本当にすごかったですよ、エルフマンさん。情けねえが俺はこのざまだ。とにかく怪我人は寝てろ。なんならエヴァを添い寝させようか。ふざけんな。目標の誤認と夏の追撃により二重の意味で失敗に終わった。筋は通ってるんじゃない。いいから、試合始まってるんでしょ。出た、畜生。一級さんじゃねえだよ。一休みどころか永遠に休ませたのか、クソババア。落ち着け、てめえら。だと、こらお前、ブレーカー見に行くふりして鍵持ち去ったんじゃないやろか。相手とか言ってたじゃん、鍵のトゲが刺さったんだろ。あれはというわけ、お前は日本だけどな。ゴツゴツの殻ごと食べて口血だらけになってんだろうが。どんだけ甘くて食べたんだよ、カグラちゃん。目がしっかりしろ、カグラ。大丈夫だ、まぶたを少し髪に刺さっただけじゃねえ。違う、ゴリラが金持ちが刺してきたにゃん。カニがガラキだぞ。これ罠か、それとも行っちゃっていいのか。そして共に変身系の魔法を使うからこそ実現した夢のバトル。この人の性格がうちのギルドの雰囲気に影響してるよね、絶対。新夏のお嫁さん。何すんだよ、ルーシー。そしてジェイソン、あんたの
なら雑誌を売るためにミガを選ぶはず。7年ぶりに戻ってきた年を。魔人ミラジェーンシュトリだ。私の知る限りでは。一点、最後は力の勝負に。ああ、これが本来のルールだしね。クオンクオンクオン勝者ミラジェーン。めちゃくちゃなこと言ってる気がします。いつものことじゃない。ごめんね。セイバートゥース、よく見ておくんだ。私たちが超えるべきギルド。はい。何しゃる。あ、本当だ。その時、僕は自分の愚かさを思い知った。何なんだよ、本当。人騒がせな停電だな。気取り直してカニパーティー再開するあるか。間違えてもクソも関係ないわ。足8本も食べやがって。3等分どころか残りは全部僕のもんに決まってんでしょ。つまらない小競り合いにいくら勝ったところで戦の勝敗は変わりませんよ。本丸落としてこそ。おとかしいな。バカな。カニ味噌姫どころか、僕があんたの策を看破すること自体を看破していた。まさか。ただ戦とは。でも仕方ねえよな。お前がくれるって言ったんだから。この男はカニの甲羅までしゃぶり尽くす大五郎。銀ちゃんも物好きあるな。そんなにハサミが。まむし、貴様もうつろな甲羅の中で眠るがいい。俺はカニ汁じゃ。バカだ。そんな残る汁で俺の炊き込みご飯に対抗し天下の情勢を変えるつもりか。ほう、それ単体では何の武力も持たないのさ。見てくれだけの巨食の城なのだ。待てだな、マムシ。おとなしく天下の主導権をよこせ。おざけ、こちらにはドラえもんよろしく。すげえな。最低限の動きで攻撃をかわしてやがる。これはまた美しすぎる精霊が。目の保養になるね。すげえぞあいつ。えらい跳躍力だな。いや、あれはこれはビーチ重力。ピスケス、魚が止まったぞ。なんだ、魔力切れとかか。違うな、あれを見ろ。13個目の鍵、王道12門をしのぐ未知の精霊の話。でかー、蛇使いつか蛇そのものじゃねえか。これは人魚は時に虎を食う。あんたらいいノリしてるよな。それはお互い様でしょ。おっと、忘れるとこだった。エルフマンつったよな。おたま、うるさいの。よその心配してる場合じゃねえんだけどな。なに、まだ3日もあるじゃねえか。ここからだ。バカだ。カニ炊き込みご飯場とカニ汁場、両者を一瞬にして取り込み巨大な城を作り上げた。いただきバルス。てめえら、ウェンディたちを返せ。え、嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道十二門の鍵を全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。いや、悪い悪い。お前悪いやつじゃねえんだよな。お前ずいぶん暗い顔してっからさ、俺気分悪くさせちまったかなって。泣かれても困るんだけど。どうしたの？はあ、たった1回の敗北でやめさせられたのです。仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。マスターはどこだ。金はなくてもな、こっちは高価な代物持ってんだよ。ただの花。
話せよ。やめろよ。なんだ、なんかどうでもいい争い始まったんだけど。やめろ。やめろ。我々としても立つ瀬がない。言っとくか、消されるとしたらそっちの方だぞ。ハッピーごめんナイチュー。くそ、ナイチュー。ほら、入り口で捕まえてね、ごめん。いいんだ、ハッピー。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いてえのはそれだけだ。喧嘩してきた？ああ、もっと暴れてやりたかったんだけど、途中で終わっちまって残念だ。俺だけ美味しいとこ取りなんてズリってもんだ。論点がズレてる。オッケー、行かせろ。やめなさいってば。ってお前たち、仲間を泣かせるギルドなんて、そんなのギルドじゃねえ。競技の名前はパンデモニウム。パンデモニウムって、昨夜の続きやんなきゃ気が済まねえ。だから勝手に決めんなって。リベンジマッチなら